大漫画の本棚、今日は雑談会です。2024年7月に読んでですね。面白かった漫画について、あれこれおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 はい、じゃあちょっと私の方からご紹介するんですけれども<い>まず一つ目、こちらです「ジェンダークリアです」でクラファーをしていてそれがあの早速届きましてこれ読みましたけどめっちゃ面白いですね、この作品。これまだ読んでないから <laughs> あ。本当ですか、そっか。これはね、あのそれこそやっぱなんかファンホームが好きな人は絶対好きだと思うみたいな。えー 内容的にもやっぱりこう、ちょっとあの、セクシャルマイノリシー。この方はねあの、ノンバイナリーの方ですけれども、あのその、えっと、まあ、作者さんの子供の頃からのそういうジェンダーに対する違和感であるだとか、だからそういう性に関する、こう、ちょっとしたことがかなり赤裸々に描かれていて、うん で、まあ、結構内容は確かに過激なんですけれども、あのー、絵柄がね、やっぱね、すごくなんか爽やかなんですよね。自然とかもすごく描かれていたり、まあ、グリーンとかはすごくね、あのー、こう、印象的に使われていたりとかもしていて、とてもなんか爽やかな読み心地で、なんかすごいスイスイ読めるし、内容も面白いし、 あとなんか作者さんすごい、こう、あのー、まあ、漫画とかも好き。日本のなんかクランプさんとかも大好きで、みたいなことかね。<laughs> ちょうど今展覧会やってっけどね。あ<と>あそ,うそうそうそう。なんかあの、この間ね、作者さん来日されてて、あの、クランプ展行ったみたいな、ね。あ、マジで<笑><笑>なんか上げておられましたよ。<laughs> そうなんだ。はい <laughs>。なんかね、そう、そんな感じで。で、あの、日本の漫画も好きだし、あの、結構、なんていうんですかね、二次創作活動とかもよくやられていらっしゃって、うんうん、そういう、こう、ファンフィックで。 の活動のお話とかもね。書かれていたりとかしてすごいね。興味深い作品でした。それさ、なん,ね、なんかあの帯がないんだよね。だからちょっと面白いなと思った。そうそう帯の代わりにまだからいきなりそこに印刷しちゃうっていうやり方をしてるんだけど、そうですね。ちょっとね。面白いか、うん、ね。作り方ですよね。ねうんね。はいまあ、こういうね。作品早速ちょっと届いたので読んだりもしてたんですけど、うん、あと海外漫画だと。 あの、これはちょっと見方やこのやつですけれどもね。あの、これ、ユベールとベルトランカーティーによるの。 英語版なんですけれども、英語版タイトル、ザ・オグレゴズになってますけれども、このシリーズをね、えー、読んでおりました。あれ、めちゃくちゃ面白い、巨人族と人間のお話で、その中でも、なんかこう異、異端の人々みたいなね、あのこう結構虐げられている人々が権力とか、そういう,こう、まあ、父親であったりだとか、ね、あのそういうものにこう立ち向かっていく。 みたいな感じで、なんかちょっと結構ハラハラドキドキしながら、めちゃくちゃエクサイティングな感じで、うん、<laughs> あのすごい読んでおりました。はいすごい読まれましたさこれね、あの僕は読んでないんですよ。で、であの出た当時、やっぱりすごい話題になって、フランスで。っていう作品だけど、僕は読まずに来たんです。で、<ー>これ、アメリカではクラファンでやっぱり作られたんですかあそうです、これはクラファンでね、作られて、あのマグネティックプレスだからね。 はい、出ました、えーあの。これ全4巻ですごい豪華全4巻が入るボックスセットで <laughs> あの作られましたね。そうかいや。だからそれが可能であるアメリカと可能で、うんま、もちろんサウザンコミックスとかでそれをやったらあの出すことはできるんだとは思うけど。はいうん そうなってない日本っていうのはちょっと思います。はい、ああそうですね。ちょっとやっぱなかなかこれ全4感度がハードルがね高いですしね。そうなんだよな。だからその絵,が絵はとても興味深いんだけど、しかさやっぱ日本で出すって言ったときに、うん、バンド弟子の出すときにもっと強い絵を期待されちゃうんだよな。はい、あこれね めっちゃかっこいいんですけれどもね、本当にね。うん、この方、うん、なんかでも表紙とかも、これちょっと多分ね、映像じゃわかんないと思うんですけど、めっちゃ書き込みがね、細かく書かれてて、ね、うん、超かっこいいんですよね。うんうん、うん。いやでもすごい面白い作品でした。うん、であとはちょっとね、あのー、これ日本の漫画ですけれども。 あの、こういう、こういうの読んでました。カーヘてつさんのプロジェクト発行機。私、これね、なんか、読んでなかったんですよね。<あ>これ、う、ね、っかり忘れて、先にね、タイトナイトの方読んでたんですけれども。<laughs> もうだって結構前だもんね、はい、それね。あ、これちょっとね、そうそうそう。あのー、これ、2022年かなんですけれども、うん、まあ、私も今度実は、あのね、あの、サウザンコミックスさんに <laughs>、あの、発起人としてちょっと参加しようかなと思ってたんで、ああちょっとプロジェクト、プロジェクトのね、企画を <laughs>。 <laughs> やろうというので,こで、これを読んでおりました。これね、あの、その、それこそ、レタイトナイト、連載に至るまでの、その、プロジェクトをどのように、こうね、はいはい、あの、企画していくのかみたいなことが、こう、ちくいち描かれている、あの、作品で、うん、まあ、漫画書く人にとってみても面白いと思うんですけれども、うん、単純に何か、こう、大きなことしようみたいな、なんかそういう人にとってみてもね、いろいろ、ああ、なんか、なるほどな、みたいな、なんか、あこういうふうにこう、こう、計画を一つずつ立てていて、 アアイデアをこうまとめていったたりするんだみたいなねなんかそういう意味でもすごい面白い作品だなっていうふうに思いましたね。うん、なんか僕とかさあの、まあ、大学行ってその後大学院の修士まで行ったんだけどでその時にさ<う>論文の書き方みたいなものとかはあのあ<ー>いっぱい読むわけですよ当然。で特に修士で修士論文書く時とかはそういうのを参考にするみたいなことしたんだけどこ、うん、ういうようなものだなって僕思ったんですやっぱそれ読んだ時に。 今やだから漫画でそういうようなものがあって、で、さらにその時は、その、うん、なんていうか、ゴールは別に論文だけじゃないわけじゃないですか。作品を作る。実際作品を作る、こういうような感じで考えて、みたいなことをやってったと思うんですけど、その作品の中で。はい、そうですね。だからそ、そこは本当素晴らしいと思った。だからこれは、なんかこう、やっぱ学びがすごくあるっていう感じで、うんうん そういうなんか大学生とかでこれから何かやりたいとか、あまあ高校生でもいいんだけど、そういう子たちにいいのかなっていうのはその当時すごく思った。で、それが、だからやっぱ、それもすごくいいんだけど、あとは前に僕が、こう、ここで前回とか前々回だっけ紹介したあの、えっと、坂口京平さんと道草春子さんの生き抜けるための自分もそういう作品ですよ。はい、ああ、なるほど。 そっか、それはね、まだちょっと読めてないので,読んで、はい、読んだらいいと思います。<laughs> 読んでみたいと思います。<laughs> あとちょっとね、日本の漫画で、あのー、 これを読みました。地政学ボーイズという作品で、えーえー、あの、ちょっと前に本棚であのジオストラテジックの漫画で読む地政学っていうのをね、うんあの、取り上げましたけれども、なんか、あのそれで地政学のことをね、いっぱいツイートしてたからなのか分かんないんですけど、おすすめで上がってきまして、<laughs> <laughs> で、あ、こんな地政学の漫画あるんだと思ってあの、読んだらめっちゃ面白くって、もうこれはね、あの、国を擬人化して、 しかもなおかつあのそのいろんな国の人々が一つの会社で仕事をしているという設定なんですよね。<laughs> で <laughs> その会社の中でさまざまな派閥だとかあの争いとか <laughs>、まあ、この人とこの人が仲がいいみたいな,なんかそういうのをちょっとこう比喩的に描きながら、まあ、あのこの国と国同士の歴史であったりだとか、まあ、現在の状況みたいなものを描くみたいな感じで。<laughs> 感じで、あのまあ結構たの楽しくあの <laughs> よ読めました。<laughs> <laughs> なるほどな。なんかもうボーイズとかになってる時点で、俺はよ、はい、読む気をしちゃうが、まあでも、はい、あのえっとそういう偏見は良くないんでね、一回読んでみるべきだよね。<laughs> まあ、でも知性学だったらやっぱおすすめにまずあれが出てくるんじゃないですか。紛争でしたらハったまでが。うん え、それは、それは私読んでないで,ないです。本当ですか紛争でしたら、ハッタまですごい人気漫画ですけど、はい、えっと、その、なんていうか、ストーリー仕立てで、はい、えっと、もうかなりシリアスなストーリーで、いろんなところの紛争みたいなのに関わってき、はい、まあ、ある事件で、えっと、呼ばれる専門、ちょっと立場忘れちゃったけど、ハッタさんっていう女性なんですけど、えっと、はい、その人が、その、いろんなところに行って、いろいろ事件を解決していくみたいな。で、そこには、えー、あの、リアルな、 えっと紛争が、はい、えっと背景としてあってみたいな、はい、そういう作品ですけどね。あとちょっと最後にね、ちょっと異色な作品を紹介したいんですけれども、はい、これ、BL 作品なんですけれども、えー、浅田ねむいさんのね、高虎君とオメガたちという作品で、での BL の中の設定で、オメガバーツという設定があるんですけれども。全然わかんない <laughs> その設定っていうのが一体どういうことかっていうと、もともとなんか多分ね、北米かどっかのファンフィクからあ現れた設定なんですけれども、<ー>その男女という性別以外に、アルファ、ベータ、オメガというあのもう一つの性別があって、で、あのいわゆるまあ男性でも妊娠、出産ができる世界みたいな、<ー>そういう世界観のね、<ー>あのお話なんですね。えー で、まあ、あの、結構いろいろ BL 好きの方にとってみたら、なんか、ね、あの、すごい、いやあの、結構メジャーというか、大人気ジャンルの一つなんですけれども、この作品はそのオメガバースものなんですが、何が面白いかっていうと、あの、ま、BL 作品なんですけれども、 すごいね、フェミニズム漫画なんですよね。で、あの、いわゆる現代のこうフェミニズムの問題になっているようなところをガンガンに描いていくんですけれども、あの、主人公が、まあ、いわゆるちょっとミソジニーをこじらせたような方が、うん、まあ、主人公になっていて、で、あの、いわゆるそのフェミニスト側の意見だけじゃなくって、男性側の意見みたいなものも、こう、たくさん描いている。しかも、別にこれは、 BL で男しか出てこないんですよね男性だけの世界の中でそういうのが描かれている中で、まあ、ちょっと客観的にその現在の,あの様子みたいなものをこう眺めることができるみたいな、うん、まちょっとね、あのこれ、BL 好きの方だけじゃなくて、他の方にも読んでもらいたいなみたいな、ちょっとね、まあ、これ、浅田にんぐいさんいいつも変な面白い漫画をいっぱい描かれる方なんですけれども、 あの、ちょっとね、あの、ぜひ、なんか、興味持たれたら、まあ、ちょっと BL 漫画なんで、あの、まあラ、ラブイシーンとかもあるんですけれども、<laughs> <laughs> あの、まあ、よかったら読んでいただけたらと思います。い、えー、それはちょっととても興味を引かれました。え、それってなんか、何かのシリーズがあって、それが出たとか、そういうんじゃないのそれ一冊では完結してんのあ,あ,あ、これね、完結はしてない。い第一巻なんですああいんのね。受け物ではあるんですけれども、あ,はい、あの、別に他のやつ読まなきゃいけないとかああそういうわけではないです。 そそ、はい、<laughs> それははちょっとすごい面白うううにぜ、はい、ぜひぜひあ、はい、さんはどでですかそうですかね、えっと、僕はね、えっと、いろいろ読んだけどまずはこの松木一家さんの「日本三国」です、ね。一、はい、巻からずっと大好きな作品ですけど、はい、えっと5巻まで来ましたということで日本が、ねえっとまあ、近未来なんですけれども、えっと、なんかこう。はい アメリカと中国の間の核戦争かなんかがあった、えっ、ー、と、あげに、えっ、ー、と、はい、日本が、あの、なんかこう、明治時代以前の、なんかこう、文、文明程度に戻ってしまうみたいな、そういうような世界観の中で、<ー>えっと、はい、日本が三つの国に分割されるんですよ。<ー>で、その三つの、えっ、ー、と、国の間で、えっ、ー、と、なんていうんですか、三国志的なものが繰り広げられるみたいな。<laughs> なるほど。で、えっ、ー、と、ちょっと国の名前を今、準備してないんで覚えてないですけど、 はい、そっか。えっと、ヤマトと、えっと、はい、武王と聖意っていうね。おおな,なるほど、なるほど。ヤマトっていうのは西国で、あの、なんかこう、今の関西、はい、えっと、はい、のあたりなんですけれども、で、ここがまあ結構強いわけですよ。で、えっと、ここ、主人公は、あの、十五歳ぐらいで出てくるんだっかな。すごいなんか嫉妬的な子で、はい、えっと、農業かなんかを司る、そのなんか役職のえにつくんですけどね。で、はい、えっと、この、 ヤマトっていう国に生まれて、今の、あの、四国かどっかに生まれたような気がするけれど、<ー>えっと、その、地元でまあいろいろ、えっと、良いことをしてるところに、そのヤマトの結構偉い、えっと、うん、ちょっと立場忘れちゃったけど、その偉いやつがなんかこう巡回して回ってくるときに、えっと、奥さんを殺しちゃうんです、うん、その主人公の。 えっと、そこから、まあ、なんかこう、ある意味復讐を誓うのと、それから、あとだから正しいことをするっていうことで、えっと、なんかこう、う知恵の力で、えっと、この世界を、はい、えっと、良くしていくっていう、はい、もう、あまりにまっとな、なんかこう、えっと、目標を立てて、え、それで、えっと、徐々にのし上がっていくっていう、そういう話なんです。で、主人公からはい、えっと、どっちかっていうと、なんかこう、孔明みたいな、そういう三国。 え、知略にたけた人物みたいなね。ええ感じです。はい、で、えっと、それがなんかもう第5巻いうことで結構進んで、時間も結構早く経っていくんで、えっと、今何歳だか忘れたけど、はい、18歳とかになってな、ね、もっと上だったあ。なるほど、なるほど。えー、はい、えー。で、これね、やっぱ抜群にかっこいいんですよね。ああ、そうなんですねこ。これはね、本当に素晴らしい。はい と俺は思ってるけど、まあ他の人がどう思うのか知らないんですけどね。はい、このなんかこうふざけた政治の時代にね、あのこういう真っ当なことを言ってくれるっていうのは本当になんか胸がすくんで、はい、めっちゃかっこいいです、大好きです。はい、ああ、すごい読みたくなりました。読んでください、ぜひ。本当に素晴らしいんで。そしてあ、あとね、これ主人公のなんかこう、えっと、親友的なポジションのやつがいるんですよ。で、そいつ貴族なんですけど、はい そいいいつが、ねはい、もうかっこいいんだよな,なんかあ主人公はすごい実直な、頭がいいけど実直な、でもちょっと天然みたいな感じなんだけど、はい、もう一人の,そのなんかこうバディみたいなやつ、つねちゃんっていうんですけど、<う>このつねちゃんさんってね、このイケメンなんですけど、あイケメンです、ね、<laughs> このつねちゃんがね、なかなかいいですね。なんですか、えー <laughs> はい。うと、それからあとですね、これ新しい漫画で、多分これデビュー作なのかな古山夫婦さんっていう人の、えっと、うん、人神日日っていう作品ね。うん、はい。うん、で、えっと、これね、なんかこう、物語の舞台設定とかはっきりされたかどうかわかんないけど、うんえ、それでも、あの、ちょっと人が暮らしているその世界に、えっと、まあ、人の形はしてるんだけど、実は神。 神っていうのがなんかこう、まあ、矢をよろずの神みたいな形でいろいろいる。まあ、特にその強い神っていうのが何人かいるみたいな、その神と、それから物のけたちが、えっと、はい、同居しているような、えっと、そういう世界の中で繰り広げられる、えっと、うん、作品なんです。で、ちょっと物語の全体像がまだ明確になっているわけではないけれども、えっと、その古くからいる神々が、えっと、今こういう人、ん、の形をして、 えっと、<ー>そこで人の営みみたいなのをしながら。えー、で、うん、前にいる、そのなんかこう、物のけたちと、えー、うん、まあ人間的な、割と人間的ななんかこう、やり取りをしていくんですよね。お祭りがあったりとか、それから物を、<ー>えっと、売っているのを買ったりとかね。で、はい、あのそ、それがなんかこう、日常が展開していくんだけど、まあそこになんかこう、ちょっとした、えー、っと、別の系統の神なのか何なのか。 え、過去に死んでしまった何かなのか、ちょっと不穏なものが入ってきてっていう、そういう作品なんですけど、ちょっと、なんつったいんだろうね。アニミスティックな、あの、世界みたいな、えっと、すごく魅力的な作品ですね。ああ、いいですね。ちょっと、物のけとか人ならざるもの大好きなんで。そうですか。じゃあ、ありますね。はい。ということで、こういう作うん。それから、あと、 えっと、この山本理恵さんの、えっと、うちわんまダだちっていう作品。で、これ全然知らなかったんだけど、ツイッター X とかで多分すげえバズってる作品だと思う。で、アマゾン、僕はたまたま実家に戻った時に、えっと、書店によって、えっと、帰り、あの、電車の中で読むものを探してて、これがあったんで、へえ、と思って買ったんだけど、アマゾンとかで見たらすでに千いくつとかなんかこう、ついてるみたいな。 すごいですね。はい<あ>、<ー>すごい人気作品。で、えっ、ー、と、これは多分主人公の、はい、主人公っていうか作者の自伝的な作品。<い>で、えっ、ー、と、大学時代のなんかこう、えっ、ー、と、仲間たち。<ー>女の子たちばっかですけど、えっ、ー、と<い>、作者も女性でね。えっ、ー、と、その人たちとの、<い>えっと、いろいろな、えっ、ー、と、日常みたいなものが、 えっと、描かれていく、うんえー。そういう作品です。で、なんかこう、まあ学生時代に本当バカみたいなことやっていくみたいなそういう話でもあるんだけど、でもそこになんかこうすごい人間的なやりとりがあって、その時のなんかこう友情みたいなものが、えっと、大人になってからも続き、今もまだ続いてるみたいな、えっと、うん、そういうちょっとエモもあるような、えっと、作品、うん、ですね。はい、とりわけ、なんかね、 えっと、いろんなエピソードのが羅列していくんですけど、そこはやっぱり SNS っぽいなっていう感じがしたが、とお尻はすげえ感動的。ああ、それはもう一貫完結みたいな。これ一貫完結なんじゃないかな、まあ。もしかしたら続くのかもしれないけど、うん、一回ここで決、えっとはい、められてるみたいな。うんうんうん、なるほど、なるほど。感じだな。でやっぱり学生時代 さなんかこう、はい、結構バカなこともでき、まあ、今の学生さんできるかどうか分かんないけど、はい、やっぱそういうこともできたし、うん、まだ社会に出る前のなんかモラトリアムっていう感じで、うん、えっと、うん、一種特殊別な時間だと思うんですね、はい、でそっから社会に出ていった時にさ、はい、なんかいろいろとままならなくなるわけじゃないですか。そのことを に対して、えっと、学生時代の絆っていうのが救いになってるっていうのは、やっぱ多くの人にとって、あ<ー>まあ、そ、それがだから、自分はそうじゃなかったっていう人もい,いるとは思いますね。<laughs> ええー。本多くの人に響きそうな、えー、そういう、えっ、ー、と、<ー>作品ですね。なるほど。はい。で、あと最後。えっと、もちぎさんね。おはい。もちぎさんってさ、なんだっけ有名なのもちぎさん。 もちぎさんのさ、俺ってもちぎさんのその有名なの1個しか読んでないんだけど、はいはい、シリーズものね、あゲイバーのもちぎさんか。で、それ読んでんす、すばらしいなって感銘を受けたんですけど、ですね、新刊がね、シリーズものでない新刊が出たんで、読んでみたということで、えっと、あた、はいと焦げない女たちというね。<laughs> タでえっ、ー、とまあゲイのねもちぎさん、はい、えっと、はい、そのゲイのもちぎさんの周りにいる女たちえっ、ー、とまずは母親、はいえー、それから姉、うん えそれからとゲイバーで働くようになってできた、えっと、レジスビアンの友人たち、友人とか、あるいは特にそういうのではないけれど、飲食店で働いてるママとか、えっと、そういう人たちとの、えっと、やりとりが、えっと、描かれていくわけですけれども、まあ、それぞれがやっぱいろんな人生をね、えっと、背負ってるわけで、で、えっと、その、特にお母さんがね、あの、お母さんのこと多分他の本の中でも語ってると思うけど、えっと、ゲイであるってことをま当初隠して、 で、えっと、うん、で、おさんは、えっと、旦那が自殺したんだっかな。だから、はい、もちいさんのお父さんがね。えはい、で、えっと、もともとお嬢さんだったのに、えっと、実家と縁を切って、それでなんかこう、えっと、子供たちを育てなきゃいけないっていう時に、結構大変な思いをして。うん、で、やっぱりなんかこう、若かった頃の幸せな秘密をずっと引きずっちゃってる。で、うん えっと、もちぎさんに対してすごく結構きつく当たるみたいなことがあり、で、途中で、えっと、ゲイであるってことがバレたりして、さらにひどいことになってくるわけですけれども、えっと、そういうような、えっと、ことが、あの、やっぱりその頃とかには許せない、若い頃とかにはね、えっと、もちぎさんから見て許せないことだったりするけど、やっぱもちぎさんもいろいろな人生経験をしていく中でね、えっと、いろいろと、ああ、こうだったんだろうなって思うところもあり、許せないところも多分あると思うんですけど、 そういったところを、えー、っと、すごいふわけして描いていくっていう感じで、えー、素晴らしいと思う。で、やっぱり、なんていうか、全部をいい話にするわけで全くなく、<ー>ちゃんとちゃかすっていうか、そういうところがやっぱり、あの、はい、気持ちよく感じられるところで、ね、やっぱりすごい、ワードセンスも抜群だし、素晴らしい作品だと思います、ねいねえー。えー、面白そうです。読んでるんですね。はい はい。ということでありがとうございます。今日の海外漫画の本棚の雑談会、この辺りで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日と木曜日、12日更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。 ありがとうございます。